どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、ウクレレだけではなく、楽器全般、ピアノでもギターでもそうだと思うんですけど、弾き語り。これ弾き語りをですね、弾き語りっていうのはこう楽器を弾きながら歌うっていうことですよ。これがすごく上達する秘密の裏技をご紹介したいと思います。ね、楽しいでしょ？こういうのもたまにはね、いいですよ。弾き語りっていうのは本当に気持ちがいいんで、いつもやってほしいと思うんですけど、いざやろうと思うと、どうもうまくいかないと。秘訣があります。まずね、5ステップでご紹介しようと思います。5つのステップです。まず順番をいきますよ。まず、第1ステップ。今日はちゃんと書きましたからね。はい。歌を聴き込んで、覚えるですね。歌を聴き込んで覚える。で、歌いたいなと思う曲を、まあ、覚える。これが大事なんですけど、もう覚えて、例えば大好きな曲があったとしたら、もう覚えてるって思うじゃないですか。でもね、よーく見ると、覚えてないんですよ。ちょっと下に細かく書いてありますけど、次ね、歌詞の内容を映像化って書いてあります。その下もね、歌詞の内容を知るって書いてあります。これがね、めちゃくちゃ大事でございました。例えば、今日の例はですね、ユーミンのルージュの伝言という曲、簡単でみんな知ってる曲なんで、これを題材にしようと思うんですけど、こういう曲ですよ。あの人のママに会うために歌ですね。これ皆さんここら辺ご存知だと思うんですけど、まず歌詞に注目してみましょう。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。こういう風にも文章で考えるんですよ。そうするとどうですか？目を閉じてその歌詞を言うとね、あの人のママに会うために今一人列車に乗ったら、女の子が一人で電車に乗ったんだな、それはどんな電車かなとか、山の中を走る電車なのか都会の中を走る、そういうことをですね、自分で映像化するんですよ。これが大事ですよ。この映像化、それを頭で感じながら歌うもんだから、同じ曲を100人が演奏しても違う雰囲気が出るという、ロマンチックでしょ。こういうふうに考えるんですよ。でね、今までこのルージュの伝言という歌知ってるよって方も、こういう聞き方は結構してないんですよね。あの人のママに会うために列車に乗っていたんだなって感じ。そういうふうに音楽を全部分かっていくわけで。一個の小説を読むように、その曲を知っていくわけですよね。そうすると、ね、一人で電車に女の子って、今一人で、だからそうやって歌詞の次続きがどんどん出てくるわけです。映像化すると映画みたいに、要はドラマみたいに頭で作るわけですから、歌詞がね、ストーリーで覚えられるっていうか、その画面というか映像で次の歌詞がどんどん出てくるっていう風になりますんで。はい。まずこれが基本。歌を歌えないと、もちろん弾いては歌えないですからね。これが第一ステップです。その歌の歌詞を知る。映像を作る。これ第一ステップですよ。いいこと言うでしょう。はい。で、次はですね、こっから大事。丸に。次のステップです。4つの手拍子で、ただ歌う。楽器持たないですよ。4つの手拍子でただ歌うんです。やってみましょう、今の曲ね。ワン、ツー、スリー。あの人のママに会うために、ワン、ニー、サン、シー。今人に、列車に乗ったの、三、四、一、二、三、四。これは、できますかね、皆さん。これ、肝心です。このパン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 、この四つの手拍子でやるんですけど、これ、分析すると面白いですよ。あんまり難しく考える必要はないですけれども、ちょっとこれ面白いもの書きました。見てください。はい、どうぞ。まずこの赤いところ1234って書いてあるでしょ。だから1234、1234、1234、1234って赤いリズムがこう進んでいきます。言葉がね、見てください。あの人のののところはね、1234じゃないところで言ってるのがわかりますよね。あの人のんんままに会うために、こういう風に言葉のタイミングを測ってみると面白いんですよ。あの人のままに会うために、はいはい、次は今一人列車に乗ったの、こういう風に測ってみると面白いです。これちょっとメモってもらうと面白いと思うんですけど、こうやってリズムも当てはめていく。その時に気持ちよくこう叩けるとそうなってるんですね。あの人の
ママに会うために、こんな感じです。この辺を意識して声4つで叩くんですよ。で、言っときます、弾き語りで一番大事なのはこの4つで叩いてやるってことですよ。これよく覚えておいてください。そしてこの手拍子で歌が歌えるようになった、ちゃんとねあの人バッチリできるようになったら、やっとです、楽器が登場します。これはウクレレでもギターでもピアノでも、みんなその弾き語りする楽器すべてにおいてなんですけれども、はいはい、ステップ3はやっと楽器登場きた、嬉しいな。はい、でですね、ここキーポイントですよ、見ておいてください。よくあるパターンなんですけど、歌う前にね、最初に出てくるコードを鳴らしてキーを確認してください。はい、最初のね音程がなかなか取れないので、まずこれ確認しないといけないんですけど、よくあるのがねこういう感じなんですよ。じゃあ歌います。あの人のママに会うために、こうキーが違って、スタートの音がまず測ってからじゃないとね、やっぱりさすがにこうウクレレとかその楽器の音と自分の声のスタートの音がきっちり合ってないといけないわけです。それどうやってやればいいかというと、まあ、C を弾いてみて、あの人だなって、まず一回ここで自分でスッと理解して最初の音を知るっていうのは大事ですからね。これ最初の音を知る、あの人、よしこの音だなって言って演奏を始めます。そしてさっき手拍子したこの 1,2,3,4、 この手拍子がそのまま右手で 1,2,3,4 というこのこっちのストロークになるわけですよね。ピアノで言ったらトン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 でこういう弾くものになる。これ手拍子っていうのがこの楽器を弾くリズムを刻むポイントですからね。で、しかももう一個追加されるのはコードの追加ですね。はい。このルージュの伝言は今の部分は C と Am という二つのコードだけなので、比較的にこういうことに集中できるかなと思って。これはルージュの伝言はこの練習、リズムの練習とか弾き語りを極める、分析するには向いていると思います。以前私のレッスン動画ここに貼っておきますので、ちょっと見てみてください。じゃあまあ、ひとまずやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。あの人のままに会うために。こんな感じで言葉を意識するとね。じゃあ、普通にやります。ワン、ツー、あの人のままに会うために、3,4,1,2,3,4、今一人列車に乗ったの。はいはい、こんな感じですね。そうすると手拍子がこっちに変わった、はい、やっと楽器と一緒になりましたというふうになります。いいですね、やっとなんかこの弾き語りの感じをつかんでいただいたと思うんですけど、ずっとキーもね最初に確認しといたんで、まあ歌えると思います。で、この時肝心なのが4つで弾くじゃないですか。その時に手拍子と一緒のところですね、この時にこの体も一緒にこう揺れる、これが大事です。そして、皆さんね、じゃあちょっとやってみましょうか。あの人のこう体ごと舐め舞うために、これがすごく大事です。皆さんご注目ください。テレビを見たり、ライブ見に行ったり、そういうプロの演奏でもアマチュアさんの演奏でもいいんですけど、ライブ見に行ってください。テレビで見てもいいですよ。必ず演奏してる人、歌ってる人、リズム取ってますからね。これ取らずにやるっていうのはもうなんていうのか、これガイドなしになんか山に登るようなもんですから、これ体が要はリズムのガイドになる。この手拍子から始まってそれを体にこう全部一体化させる、こういうイメージがいいですからね。体を揺らしてください。で、これがポイントでございます。はい、じゃあ次のステップは何かな。はい、今の続きですけど、4は4つの基本リズムを意識して歌うってことですね。ちょっと、深いですけど、あの人のままに会うために、ちょっとこのワンツースリーフォーのところでアクセントを持ってくる。今一人列車に乗ったところの3,4、体ごと今 1,2,3,4 ってできたじゃないですか。これが基本です。これができると何ができるか、ちょっと見ててください。ワン、ツー、スリー、フォー。あの人のままに、体見ててくださいね。同じに体の動きだけで弾き方を変えます。今一人列車に乗ったの。はい、どんどん変えていきますよ。次はチャです。あの人のままに会うために、次は16ビートかな。今一人列車に乗ったの。あの人のままに会うために、今一人列車に乗ったの。とにかく何があろうが、この 1,2,3,4 1,2,3,4 の
体の動きは変わらない。つまりこの4つを何があろうがこう体で持っていく。歌もそこに同じようにストンと置いておく中で8ビートとか16ビートとかこうお好きな弾き方を、あ、アルペジオも、あの人のままに会うためにこんなように何が起ころうがこの4つは基本に入ってるわけですから。この4つ、これ手拍子のところ。これが大事。だから、いつもガズレレ YouTube でも、最初の4つ引きのところ結構大事ですんで、はい。そこを、こう、中心にやっていくわけです。ああ、深くなってきた。これ意識するだけでね、ものすごく弾き語りが楽しくなります。そしてですね、今、4つのキーを、パート4行きました。いよいよ、最後のステップ来ましたね。ここがめっちゃ大事ですよ。1に戻り、1に戻りですよ。歌の映像、世界観をイメージしてね、しながら歌うってことです。これが大事です。1に戻りって書いてある。1ってなんだっけって考えたら、はい。歌詞の、内容を映像化する。歌詞を知るじゃないですか。これ歌詞を、映像化した世界観をイメージしながらこれをやるんですよ。この2つが混ざんないとダメなんですよ。これめっちゃ深いでしょ。ここにゴールって書いてあります。これ矢印書いてあるでしょ。これがゴールなんですけど、これ。ペロッとめくれるシステムになったら、これペロッとめくってみましょうか。では、めくりますよ。パサッ！見てください。できた！弾けた！がゴールではないです。できたとか弾けたっていうのはゴールじゃないです。全然ゴールじゃない。何がゴールか言いますよ。はい。これです。いい気分だなぁと、いい気分で今できたなぁとか。はい、次は。イメージ。私のイメージした通り、映像通りの世界観ができたなぁとか、あとは、楽しいな、楽しいだ、いい気分だな、イメージ通りだな、思うようにできたなっていう気分が乗るんですよね。これができた時が弾き語りの、それこそ醍醐味で、私がよく感じるのは、できた、弾けたがゴールになる、人が多いんですけど、できた、弾けたっていうのはただできただけですから。その上に、一番最初に思った歌詞の映像とか内容、イメージが乗って、初めてこれが弾き語りの、まあ、楽しさというか、こう、やりがいというか、繋がるんですよ。はい。ゴールっていうのは、その気分まで入っているゴールでございます。最初に描いたイメージ通りにできた、再現できたかなとか、そんなことがゴールになると思います。いかがだったでしょうか。そんなことをちょっと意識するだけで、いろいろですね、弾き語りが。また楽しくなるかなと思うんですけれども。やっぱさ、せっかく一曲弾こうと思うときに、マクドナルドの紙コップみたいに曲を、はい、この曲ってやると永遠に自分のものにならないんですけど、一曲決めて、もうバッチリもうこの曲だけは本当に心を込めて映像通りに弾けるっていう曲を、練習するっていうのも一個のいい方法だと思いますので、ちょっと取り組んでみていただければと思います。あ、いきなりですけど、イベント情報を差し込みます。イベントではね、こういう話をしょっちゅうするんですよ。はい。ご覧になってください。まず、6月16日、沖縄那覇でやります。6月30日は、長野県長野市で開催。7月14日は、奈良に行きます。はい。こういう話を聞きながら、みんなで、それを意識しながら、その場で、そこに集まった何十人なんで、バーッと歌う。これがもう最高なんで、ぜひ皆さん足を運んでください。ガズレレのイベント結構深いですよ。こういうところに触れながら音楽をまさに深めて、まあ自分がもっと楽しくなるように、結局みんなで楽しくなるように、そんな風に進めてまいります。はい、7月6日にはこれもあります。1000人ガズレレ代々木公演。そういう気分で、ウクレレ練習した人が1000人集まろうってやろうぜっていう代々木公演の無料イベントです、こちらは。アースガーデンというね、代々木公園のイベントの中でやりますんで、その辺も詳細は分かり次第、いろいろ公開していきます。詳しくは、ガズレレ .com、こちらにリンク貼っておきます。他の情報もいろいろありますんで、よろしくお願いします。こういうことをちょっと意識するだけで、音楽がまたボカーンと楽しくなってくると思いますよね。ぜひ皆さん、いろいろ面白く、自分の人生、自分の音楽を盛り上げていきましょう。はい。ガズレレでした。どうもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。じゃあ。